どうもナオチンです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。信じられん。いかがですかトランクスさん、伝説の Z ソードの感触は。剣は昔から使い慣れている方なんですが、今のところそんなにすごい力があるようには思えません。そうですか。もしかすると使いこなせるようになれば剣の力が引き出せるのかもしれませんね。では剣を使っての手合わせでも始めますか。そうですね。ちょっと待ってください。実はこの剣すごく重いんです。今のままでは修行もままなりませんよ。だから少し待ってくれませんか。まずはこの重さに慣れるところから始めないと。なんと情けないことを。待ってください。トランクさんの言うことはごもっとも。修行よりも先に重さに慣れることを優先した方がいいでしょう。仕方ない。ならばすぐにその剣になれるのだ。はい。なぜキビトが指導役になっているんでしょうか。全く信じられませんな。こんな短時間であの Z ソードをあれほど振り回せるとは。ええ、素晴らしいですね。なんとか普通に剣を震えるくらいには慣れたと思います。うん、火曜神様、次は実際に剣を使った修行。折れるんじゃないの、もしや。そうですね、トランクスさん、いかがでしょうか。修行すると言ってもどうするんですか。もしかしてキビトさんと手合わせするとか。いいだろう。では。いえ、ここはトランクスさんと Z ソードの力を私自身で見極めたいと思います。いかがですか。海王神様と手合わせするんですか。海王神様自らのお手を煩わせるなど。大丈夫ですよ。それに私も少々楽しみなのです、トランクスさんと Z ソードの力を知ることが。わかりました。そういうことであればお願いします。はい、遠慮せず来てください。Z ソードの力試させてもらいます。剣使ってないじゃん。素晴らしい力ですね。私も。剣は使わないのかい。エルシーのレベル48とそんな強くないし、どんな攻撃するの。おお、いや弱い。ちょっとどうも私でサポエフ中大弱い。カリオシーのあそっか弱いね、もともとね。強いキャラクターではないしね。もうなんか、これはカッチンコを召喚してんのか。終わりか。弱すぎる。まさかこれほどの力があるとは。剣を使いこなしてもっと強くなれるはずですよ。